言葉遊びは、言葉の持つ、音の響きやリズムを楽しんだり、同音義語を連想する面白さや、おかしさを楽しむ遊びである。学術用語では、言語遊戯とも言う。言葉は、音声、文字といった表現と、そうした、音声、文字が持つ意味内容から成り立つ。言葉遊びは基地によって、それら表現、意味内容や、それらの間の関係を加工。 編成させて面白みを引き出す表現上の演出の一つであり、文章中の技法や完成した作品までを内包した概念である。言葉を道具としてある種の感動を与える行為の中で、言葉遊びは零細で単発的、一時的、瞬間的な遊戯と言える。そのため、無駄口やダジャレといった言葉遊びはコミュニケーションを潤滑にする場合もあれば、 時と場所によっては、嫌をや反感を生む場合もある。日本語における言葉遊びでは、表音文字であるかなの表現の背後に、表意文字である漢字での本来の表記を絡めて、隠れたユーモアをより発揮する例もある。また、言葉遊びは、その知的遊戯性、創造性から、国語教育や、幼児教育の現場に取り入れられている。日本の言葉遊びは細かく分類すると、 数多くの種類があるが、これらはしばしば言語遊戯の領域を超えて、落語の、ジュゲムや歌舞伎のウイロウリといった、舞台芸として、伝統芸能や民族芸能などに組み込まれている。本来の意味から転じて、尻滅裂な奇弁やザレ言を指して、言葉遊びと呼称することもある。ありがとうございます。